パインティンガーブラッケパインティンガーブラッケは、オーストリア原産のセントハウンド犬種の一つである。一般的には、スティリッシャーラフヘアードマウンテンハウンドとも呼ばれる。その他の別名は、オーストリアンコースヘアードハウンド、スティリアンコースヘアードハウンド、シュタイリッシュラオハーリゲホッホゲビルクスブラッケ。単に、パインティンガーと呼ばれることも多い。 1870年に作出が開始された。カール・パインティンガーという実業家が、厳しい環境のスティリアン山脈でも使いやすい、セントハウンド研修を作り出す目的で作出された。まずオスのイストリアン・コース・ヘアード・ハウンドとメスのハノーバリアン・ハウンドを掛け合わせ。 その後輩種の中から良いものを選択して改良を加えオーストリア原産のセントハウンド犬種を掛け合わせることによって作られた。なお、作質には20年もの歳月を要した。主にスティリアン山脈でのセントハントに使われている。パインティンガーの得意とするこの狩猟場は気候が険しく、高度が高く、足場もかなり悪いため通常の良犬種では、 無難に漁をこなすことができない。しかし本種は非常に足腰が丈夫で、スタミナがあり、環境への適応力が高いため、そのような場所でも難なく狩りをすることができる。獲物の匂いを追跡し、発見し主人に知らせることが本種の仕事である。作出後すぐに人気は高まり、この山岳地帯を狩り場とする漁師の多くが本種を刺激するようになった。 作出初期の段階から、作出社名から取った、パインティンガー・ブラッケという名前で呼ばれていたが、1889年に、スティリシャー・ラフ・ヘアード・マウンテン・ハウンドという長い、英名が付けられた。しかし、その名前は長くて覚えにくく、馴染みにくいという漁師も多かった。そこで、彼らは、本種のことを以前から使われていた、パインティンガー・ブラッケの名で呼び続けるようになった。 また、その他にパインティンガーの名を使い続ける理由としては、作出者への敬意を示すという理由も挙げられている。しかし、現在、不思議での本種の正式名称は、原産地名ではなく、英名のスティリッシャーの名で登録が行われている。とはいえ、呼びにくさや原産地側への配慮などから、現在は、どちらの名前を使っても良いことになっている。今も、 原産地では人気の高い犬種の一つであるが、多くの犬は現役の自利量犬として飼育されている。ペットや小道具として飼育されているものは珍しく、オーストリア国外で飼育されているものも極めて稀な希少犬種である。ハノーバリアンハウンドの血を引き力強いが、それよりもサイズが小さく、軽量な犬種である。 筋肉質の引き締まった体つきで足腰がとても丈夫である。起伏の激しい荒れ地や岩石の上、木の根が地上に突き出している場所であっても難なく駆け回ることができる。マズルは太く短く、顎の力は強靭である。嗅覚が鋭く、匂いを追跡して歩き回るのが大好きである。背は平らで、どうも頑丈な作りになっている。耳は垂れ耳。 おは少し飾り気のあるタレオ。コートは、イストリアンコースヘアードハウンドから受け継いだ、硬いラフコートで、毛色は、フォーンやウィートンなどがある。このコートは、非常に丈夫で、雨風や獲物の攻撃から身を守るための鎧の役割も果たしている。体高は、オス47から53センチメートル、メス45から51センチメートルで、 体重は、私有ともに15から18キログラムの中型犬。性格は主人に忠実で従順、落ち着きがあり知的だが、やや神経質で、狩猟本能が旺盛である。しつけは、基本的に主人からしか受け付けないが、状況判断力が優れ、主人家族に対しては、友好的に接する。しかし、喫水の猟犬種であるため、初心者が飼育するのは、 かなり難しい。イストリアンから受け継いだ大きくてよく通る声を持ち、天候が悪くても主人や仲間と連絡を取り合うことができる。この点は、良犬としては非常に優秀な点であるが、ペットとして飼う際には欠点となってしまうので、その際にはしっかりと無駄吠えをやめさせるしつけを行うことが必要である。運動量は凄まじいほど多く、スタミナがあるため、 長めの散歩だけでは全く運動量を消化しきれない。駆け足で散歩したり、山や川に連れて行って、物を投げて取ってこさせたり、ドッグスポーツをして、たっぷり遊んであげることで、初めて消化できるほどである。かかりやすい病気は、関節疾患や過剰な湿気で、地肌が群れて起こりやすい皮膚病などがある。ありがとうございます。